はい、4月の11日午前2時に間もなくなろうとしています。ひどい吐き気と強烈な頭痛とお腹の上部の痛みと圧迫っていうんですかね、それで関節の痛みと喉の痛み、でコロナウイルスではないかという疑いのもと、セロカに来まして、今、いろんな CT とかね、いろんなものを取って、終わりました。単純に言うと、PCR 検査はしてもらえませんでした。84歳の母と過ごしてるんで、とにかく移しちゃいけないんで、それだけやってもらいたいと言ったんですが、保健所を通してくださいと言われて、保健所とそれと連絡して、一箇所別の病院、銀座のあれなんだっけな、歌舞伎町かな、銀座病院断られて、で正論だったら見てあげるということで来たんですね。ただ検査はできないと最初も言ってた通りだったんですが、火曜日以降だったらということだったんで、まあ、予約だけでもできるかなと思ってきたんですが、自主隔離してくださいと。でも隔離できないんですよと、84歳の母と住んでんでと言っても、検査はしないという、もう入場ペイドが、1ヶ月ぐらい前に報じた通りですね、保健所に行くと病院に行けと、病院に行くと保健所ですと言って検査をさせないという、まあ、これね、埼玉県の方ではもう、保健所の方の所長がバラしましたけど、とにかくね、させないと言ったでしょう。全く PCR の検査を、ちょっとひどいですね。こんだけ高熱が出て、で疑いはあるんですかって言ったら、疑いがあるんで、隔離して生活してくださいと、だったら検査してくださいと言ったんですが、まあ無理でしたね。いや、これが日本のやり方ですよ。いや、ちょっと本当に具合が悪いんで、もう帰りますが、セルカ病院にこの時間来たんですが、結局救急で来てもこんな感じです。ちょっとね、もう喉も痛いし頭も本当に痛いんで帰りますけど、帰ってもね、母親がない、一緒にいるから、どうやってこれから過ごせばいいのか、もし移したらどうするんだろうと、もし移してそれでね、命を落としたらどうするんだろうと、本当にひどい国だなと思います。本当にひどい国だなと思うな。以上です。